ラーカーズ2の日本をイメージしているそうです。確かに日本イコールすき焼きってイメージもありますよね。私もすき焼きが大好きなので超楽しみにしていました。早速中身から見ていきたいと思います。バンズ、牛肉、しめじ、飴色の玉ねぎ、黄色い何かしらのソース、レタス、水菜、こちらが入っているようです。お肉もたっぷりですごい美味しそう。では早速いただきます。やばい、本当にすき焼きだ。すき焼きバーガーとか食べたことないから超美味しいです。口の中に入れた瞬間、すき焼きの甘いタレの味が口の中に広げり、染み込んだ牛肉が超美味しいです。その後シャキシャキのレタスと水菜が食感になって、これは一口で大満足。野菜もたっぷり入ってるんですけど、やっぱりお肉の味が一番します。これは豪華だね。すき焼きイコールうどんとかご飯なイメージがあるんだけど、パンでも全然 OK。 そしてこの黄色いタレなんですけど、バーガーだからまさかマスタードって思ったら卵のソースっぽいです。すき焼きは卵に絡めるじゃないですか、それみたいな感じ。これがこのソースによって感じられます。あえてすき焼きと違うところを言うとすれば、すき焼きはお野菜が煮込まれて柔らかいと思うんですけど、レタスとか野菜がシャキシャキ、でもそれが本当に美味しいです。やっぱバーガーって感じ。ごちそうさまでした。あいにゃんのおすすめレベルはGO! もう言うことなしのこの評価です。今まで食べたバーガーの中でもう1位を争うくらい本当に美味しかったです。ほんのり温かいんですけどすぐ冷めちゃうので、中で食べるのがおすすめです。次はこちら、ピスタチオ&バニラムース。去年はこちらカスタードクリームだったんですけど、今年はピスタチオになっていました。イエーイ。ピクサーのイベントでもピスタチオを食べれるなんて本当に本当に嬉しいです。中身はリトルグリーマン、ホイップクリーム、ラズベリーソース、ピスタチオムース、バニラムース。もう見ただけで美味しそう。早く食べましょう。まずやっぱりこのリトルグリーマンをいただきましょう。選ばれた。これはストロベリークリームでした。甘くて美味しい。リトルグリーマンが1個入ってるだけでかなり豪華だしお得だよね。じゃあ次こっち行きましょう。ピスタチオ、ピスタチオ、ちょっと小さくやったかっていうと、なんか今回のピスタチオクリームいつものすごい甘いちょっと杏仁豆腐寄りの感じではなくて、結構豆感の強いリアルなピスタチオの味がしました。なんか甘さ控えめでも美味しいことには変わりない。ピスタチオ最高だぜ。次はこちらのベリーと一緒に食べたいと思います。じゃん。このスイーツはベリーがあった方が美味しい。なんだろう、がない方を食べるとちょっとシンプルな感じなんですけど、このベリーと一緒に食べると豪華になってより美味しくなります。これはもう結構パクパクと食べれちゃいます。ごちそうさまでした。アイニャンの甘さレベルは 3.5、 おすすめレベルは 4.5 です。ちょっと大人なピスタチオムースがすごい美味しかったです。そこになんとリトルグリーマンが乗っていてとっても豪華。これはすごいおすすめです。次はこちら、クリームロールケーキ。見た目でわかる通りサリーをイメージしたケーキになっています。このロールケーキ自体は去年ボルケーニアレストランにあったやつなのかな。ちょっと似てますね。ロールケーキにラズベリー粒子の乗ったホイップクリームが一緒に添えられています。美味しそうだね。いただきましょう。じゃーん、いただきます。色はちょっと怖いけどね。確か去年は杏仁風味のクリームだったんですけど、今年は生クリームです。しっとりしたスポンジに濃厚な生クリーム、相性が悪いわけがない。ちなみにスポンジはこの色をしていますが普通のスポンジです。これだけだと本当にシンプルなので、こっちと一緒に食べてみたいと思います。いただきます。この生クリームと一緒に食べた方が美味しい。ラズベリー粒子がちょっと甘酸っぱさをプラス出してくれて、さらにこのオレンジのオレンジの味をプラスして、これもまた美味しいです。これは私的に最初からこのクリームたちと一緒に食べた方がおすすめです。まあでもこのラズベリー粒子もすごい味がするわけではないので、ほんとシンプルなロールケーキだと思っていいと思います。ごちそうさまでした。アイちゃんの甘さレベルは 3.5、 おすすめレベルは4です。見た目もすごくホットチャニックなので、ぜひ食べてみてください。次はこちら、トイストーリーセット。まずはこちら、ソーセージとベジタブルのスープ。こちらはポテトヘッドをイメージしたスープになります。では早速こちらからいただきます。なんか具だくさんですよ、ほら。それでは中身を見ていきたいと思います。ソーセージ、玉ねぎ、人参、キャベツ、ベーコンかパンチェッタ、マッシュポテト、セロリ。確認できたのはこれぐらいです。入ってるもので分かる通り、ほんと野菜のスープって感じです。ただ今回は初めてマッシュポテトが中に入ってるので、ちょっと違う。いただきます。なんかポトフみたいにとっても優しい味です。すごい野菜の味が出ています。染み出しちゃってますね。いっぱい野菜をコトコト煮込んで、とろけたような味がします。さっきのマッシュポテトなんですけど、混ぜると溶けてじゃがいもスープみたいになります。なんかそれもまた私的にすごい好き。美味しいです。次はメインのこちら、チキンフリットとベジタブルのリングイネ、レモン風味のクリームソース。今回は1種類しか紹介しませんが、リングイネは2種類の中から選べます。こちらは恐竜のレックスをイメージしたメニューだそうです。確かにこんなに緑、もうレックスだね中身はサニーレタス、セロリ、インゲン、チキンフリット、パスタ。それではいただきます。レモンの匂いがふわっと香ってきました。ベースなんですけど、食べていくと徐々にレモンの風味が香るような感じです。クリーム自体は濃厚なんですけど、そこまで味は濃くなくて、すごいさっぱりしています。そこにこの野菜のシャキシャキ感が加わって、とってもさっぱりヘルシーなパスタになっています。そこにこのチキンフリットが入ったらどうなるんでしょうか。いただきます。こうやって食べるのがやっぱ一番ですね。超美味しい。なんかこのパスタだけだとすごいさっぱりヘルシー系なんですけど、この肉々しさが加わることによって超豪華な、ここでしか食べられない味になります。この激うまなお肉が3個しか入ってないのが寂しいですね。ペース配分をちゃんと考えて食べないとダメだ。なんかこれは今までいろんなディズニーのパスタ食べてきたんですけど、今までにないおしゃれ系パスタでした。これは多分男性より女性向けなパスタだと思います。本当ヘルシーな味でした。次はデザートタイム。スペシャルセットはこの3つの中から1つ選べるんですが、私は全部食べたかったので全部頼んできちゃいました。それぞれ紹介すると、パンナコッタ、ミックスベリームースケーキ、クリームロールケーキ、以上になります。どれもキャラクターをイメージしていて可愛いね。まずはこれから食べましょう。このケーキはウッディをイメージしているんですが、本当にウッディですね。ウッディの帽子にウッディの保安官バッジかな、ベストにある牛柄がロールケーキに描かれています。可愛いから食べれないと言いたいとこだけど、食べちゃいます。いただきます。美味しい。結構シンプルめなロールケーキです。この生クリームはちょっと甘めです。こっちはチョコのクリームが乗ってるので、こっちと食べてみましょう。味が変わりました。チョコロールケーキ、こっちも美味しい。じゃあ次はここにあるソースと一緒に食べてみます。いただきます。おそらくこちらの黄色い方がパインで、赤い方はベリー味だと思います。混ぜるとトロピカルフルーツみたいな味になって、一緒に食べるとすごいさっぱりして美味しいです。味がいろいろ楽しめるのでかなりいいですね。本当に美味しい。これはだいたい甘さレベル4ぐらいですかね。次はこちらです。こちらはザーグをイメージしたケーキになっていますね。こちらは3層になっていて、ピンクのところはミックスベリーだと思うんですけど、どんな味がするんでしょうか。食べてみたいと思います。やっつけます。いやー、いただきます。これは3層にはなっているんですけど、上と下はスポンジなので、やっぱベリーの味がはるかに勝っています。そのベリーは甘酸っぱいのかなと思ってたんですけど、結構甘めです。さらに濃厚なので結構満足感のあるスイーツです。次は周りのこちらとこちらと一緒に食べてみたいと思います。 Z はチョコでした。なのでミックスベリーのこちらのケーキと食べるとチョコレートミックスベリーって感じでも、それでもミックスベリーが勝ちます。だからちょっと味にプラスされるぐらいですかね。黄色いのはパインだと思うんですけど、そこまで味はしないです。あとここにもクリームがあったので、これも一緒に食べてみたいと思います。多分ブルーベリーかな。とはいえこの下のミックスベリーのムースがすごい強いので、こっちがやっぱ勝ちますね。なので本当にベリーとともに何かを食べるって感じです。ほんとベリー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 って感じ。ベリー好きはもう最高の一個だね。これはベリーだったんですけど、結構濃厚だったので甘さレベルは 4.5 ぐらいあります。最後はロッツをイメージしたパンナコッタです。パンナコッタなんですけど、上にいろいろ乗っかってますね。どんな味になっているんでしょうか。いただきます。パンナコッタが一番最初に来るんですけど、その周りにあるストロベリーの味が最高にあって、これは私の大好きなスイーツです。そこにこのスポンジが入ってくるので、なんかパンナコッタケーキみたいな感じ。さらにこのストロベリーのパフチョコレートが食感にもなって、ほんとパンナコッタなのにいろんな楽しみ方ができていい感じ。パンナコッタが結構さっぱりめなのでパクパク食べれちゃう。パスタでお腹いっぱいなはずなのに、甘さレベルはだいたい4くらいです。ちなみに私は3つの中でこれが一番好きでした。ごちそうさまでした。アーニャのおすすめレベルは 4.5、 ピクサープレイタイムならではの豪華なセットなので、ぜひ食べてみてください。次はこちら、グリーンアップルソーダホイップクリーム。こちらはバズライトイヤーをイメージしたドリンクだそうです。確かに紫のストロー、緑のジュース、この時点でバズですね。これ超フォトジェニックじゃないですか。かわいい。ちなみに先ほどのセットにドリンクがついてるんですけど、プラス210円でこのドリンクに変更することができます。ではいただきましょう。おいしい。すっごいさっぱりしてて、夏にも飲みたいね。アップルがいい感じに美味しいです。こちらはちょっとピリピリっとする微炭酸です。すごいスカッとして美味しいです。生クリームの部分をに混ぜて飲んでみようかな。ここら辺、クリーミーになって美味しい。メロンソーダにクリームっていうのは想像できるけど、アップルに生クリームも合います。これグミが上に乗ってるから、やっぱ混ぜるんですかね、全体的に。見て、どんどんなんか可愛くなってきましたよ。グミがね、カラフルでね、宇宙みたいな。グミが入ってきた、いっぱいニョニョっていう食感がプラスされて、なんかお菓子ジュースみたいになってきました。混ぜると味が結構変わるので、最初から混ぜない方がいいと思います。見た目も可愛くてフォトジェニックなので、ぜひ写真を撮りたいなと思います。ただすごい冷たいので、冬は気をつけてください。次はこちら、インクレディブルファミリーセット。でこちらはカレーとデザート、ドリンクがついたセットになっています。早速カレーをいただきます。見てください。こちらはインクレディブルファミリーのコスチュームをイメージしたカレーになっています。なんなんて、ほら仮面みたいな形になっています。これはすごいセットだね。中身はどうなっているんでしょうか。ブラックナン、ライス、スコッチエッグ、カレーの中辛、フライのチキン、お野菜、いろいろ入ってるので、すごい美味しそうです。それではいただきます。チキン、どっから食べよう迷っちゃうな。最初はルーとご飯から。やっぱりカスバフードコートのカレーは美味しいですね。ちょっとピリッと辛いスパイスが最高。じゃあ次これを食べたいと思います。これ大好きなんだよね。ちょっと固めじゃん。それではスコッチエッグをいただきたいと思います。なんかいつも食べているスコッチエッグとはちょっと違う気がします。お肉の味より卵の味のがすごい感じるようにできている気がします。結構練られてる練り物みたいな感じのものに卵が包まれてるような感じ。では次フライドチキンをいただきたいと思います。結構胡椒の効いたチキンでこれだけ食べても美味しいですけど、そこにこのカレーちょっとピリ辛スパイスが効いたカレーと食べるとよりなんか美味しさが増します。やっぱりお肉とカレーの組み合わせは間違いないね。やっぱり中辛だと食べ進めていくと結構辛いです。ホットホット。今回このセットは中辛しか選べないので、辛いのが苦手な人はちょっと注意しないとダメですね。あナンを忘れてました。つけてこのナンなんですけど、いつも食べるナンよりちょっとだけなんか苦い気がします。なんかちょっと大人っぽい感じ。やっぱりご飯とナン両方味わえるのもここのいいところですよね。辛いんだよな。ご飯もナンも違った感じに食べれるからもう最高。次はこちらレモンムース&ラズベリーゼリー。こちらはインクレディブルファミリーの赤ちゃんジャックジャックをイメージしたデザートになっています。赤と黄色でジャックジャックっぽいですね。このホイップでできたこの黄色いやつはジャックジャックの髪の毛かな。でジャックジャックといえばこのクッキー、いつも映画で食べてるよね。これもらえないと怒るんだよ。ではいただきます。見た目は結構奇抜ですが味はこれはラズベリーの味がしてからほんのりレモンが香るような感じです。割合はラズベリーが8、レモンが2って感じです。本当ラズベリーがベースのデザートだと思った方がいいと思います。ここだけだとそこそこ甘いって感じなんですけど、チョコレートソースを一緒に食べるとさらに甘さがプラスされる感じです。やっぱりチョコがメインになるかな。チョコレートの中にラズベリーがこう入ってるような、それぐらいもうチョコメインのスイーツがここ側だけありますね。これの甘さレベルはだいたい 3.5 ぐらいですかね。結構さっぱりめ。ごちそうさまでした。あやのおすすめレベルは4。このカレーは大人カレーって感じで美味しかったです。これ1個完食したらパワーモリモリ。ちょっと元気なくなってきたなって時にぜひ食べてみてください。次はこちらジェームズ・ピー・サリマン。こちらは去年もあったメニューです。すごい大人気だったよね。今年も出て嬉しいです。ちょっと去年も紹介したんですけど中割ってみせたいと思います。おお熱々です。去年と変わらず中はチキンとコーンが入っている感じですね。美味しそうです。それではいただきます。今年も変わらず美味しい味です。味もほとんど変わらないかな。味はチキンのクリームシチューみたいな感じでそこにコーンが入っている優しいお味です。かなり甘めで美味しいです。見ての通り胡椒も結構効いてます。チキンはペースト状になっているので食感とかはないんですけど肉々しさもあるのでとっても美味しく食べれると思います。見た目もフォトジェニックだしこれは間違いないな。今年も最高です。ごちそうさまでした。アイナのおすすめレベルは5。お子様から大人までみんなが美味しくいただける味だと思います。ただここのお店は室内席がないので食べたらすぐに冷め出しちゃうので急いで食べてください。去年は気づかなかったんですけど息がちょっと臭くなっているような気がするのでデートの際は気をつけてください。次はこちらクッキーサンドチョコガナッシュ。見ての通りマイクをイメージしたクッキーサンドになっています。中にいろんなものが入っていますね。カラフルで可愛いです。それではいただきます。このクッキーはラングドシャみたいに超美味しいです。挟まれているチョコは生クリームとチョコを混ぜ合わせたようなすっごい濃厚なチョコレート、手作りチョコっぽい感じです。かなり甘めな、アメリカで売ってそうなお菓子です。一応マシュマロの部分も食べたんですけど、ふわっとする感触があるものの、やっぱこのチョコには勝てないようです。食感はするぐらいで味はしませんでした。クッキーもサクサクで美味しいね。ごちそうさまでした。アイナの甘さレベルは5、おすすめレベルは4です。私的にはおすすめレベル5なんですけど、こうちゃんは甘すぎて食べれないって言っていたので、全員の方におすすめではないなと思い4にしました。私の大好きな甘さを感じたい方はぜひ食べてみてください。本当に甘くて美味しいです。次はこちら、ホットライチドリンク。お店が近くだったのでここまで持ってきちゃいました。こちらのドリンクはサリーをイメージしたドリンクになっています。色がブルーだね。ここにはブーもいます。かわいい。ホットのドリンクなのでこの時期は体が温まっていいね。早速飲みたいと思います。こちらのドリンクは混ぜて飲んでって言われたので混ぜたいと思います。上にはこういうのが浮いてました。かわいいよね。サリーの模様をイメージしてるのかな。細かいとこまで可愛いですね。でしっかり混ぜたのでいただきます。色はブルーなんですけど味はライチです。ホットのライチドリンクって感じ。今までに飲んだことのない味だったんですけどかなり美味しいです。ライチの味ではあるんですけど、何か味を例えるならカルピスのような乳製品を温めたような味がします。甘いんだけどすごい優しい味。これは温まるし美味しいです。さらにこの上のプチプチだったり角切りが食感になって楽しませてくれます。遊び心があっていいね。多分なんですけどこれはパイナップルです。噛むと味もちょこっとします。ディズニーシーのスペシャルメニューのホットドリンクは結構アルコールが多かったりするんですけど、これならお子様も飲めていいですね。ごちそうさまでした。アイナの甘さレベルは 3.5、 おすすめレベルは4です。今まで飲んできたホットのスペシャルドリンクの中で1位2位を争うぐらい美味しかったです。体が冷えた時にぜひ飲んでみてください。次はこちら、トイストーリーセット。これは去年もあったメニューですが、リトルグリーマンの一つだけピクサーボールになっています。それ以外は多分同じだと思います。実際に食べてみたいと思います。まずはこのスリンキーをイメージしたソーセージパイからいただきます。これ美味しかったんだよな。今年もこんなに長いですね。食べ応えがありそうです。いただきます。これは味は同じだと思います。本当にサックサクのパイにしょっぱめのソーセージが入っていてすごい美味しいです。去年伝えられてなかったんですけどバターの味もすごいします。結構パクパク食べれちゃうので朝とかに食べたい。大人からお子様まで好きなパンだと思います。次はこちら、エッグ&カレーホカッチャ。これはウッディの保安缶バッジをイメージしたパンらしいです。キラーン。去年もあってすっごい美味しかったメニューです。また食べられるの嬉しいな。ではいただきます。おー美味しい。今年もしっかり卵が半熟でとろけております。この真ん中の部分がカレーになってるんですけど、今年もひき肉たっぷりの美味しいキーマカレーです。辛さはなくてどのような方でも食べられる味になっています。本当なんか優しい味で美味しいです。さっきとは味が違うんですけどこれもペロッと食べれちゃう。こっちすっごい好きだから何個でもいけちゃう。ただ去年も言ったんですけど匂いが数時間くらい残っちゃうかなと思うので注意してください。次はこちら、リトルグリーマン。こちらは何度も紹介しているので何味が入ってるかだけ紹介します。ではまず1個目よー、ストロベリー。2個目イエーイよー、じゃん、チョコレート。そして最後3つ目はよー、今までにない色ですね。味は一体？食べてみます。レモン味、初めて食べました。今まで食べた味の中で一番さっぱりしています。しかもこのレモンクリームは甘いのではなく酸っぱめですけど、これ美味しい。好きな方は超好きだと思います。ごちそうさまでした。あやのおすすめレベルは 4.5。 いろんな味が楽しめてどれも美味しいので、ぜひ食べてみてもらいたいです。しかもこうやって持ち運びができるのもいいですね。最後はこちら、モンスターズインクセット。去年も似たようなものがあったんですけど、ちょっとだけ変わっていますね。ではまずこちらの麺から食べていきます。豚肉とたけのこのあんかけ麺。今年は見た目が変わってピクサーモールみたいですね。今回はニンニクの芽とかが散らばっていたり、真ん中に白髪ネギ、そして人参の干しが乗っかっています。さっきキャストさんが味もちょっと変わったと言っていたので楽しみです。それではいただきます。おお、これは結構味が変わりました。甘いタレベースで、そこに後からちょっとピリッとするぐらいの感じの味をしています。なので甘辛って感じですね。このあんの部分にはひき肉、たけのこ、しいたけ、にんにくの芽が入っています。結構具だくさんで食感もあります。たけのこのコリコリ感が結構私的に好きです。そしてこの白髪ネギがシャキシャキしていて、ネギの風味もすごいするので、これもまた美味しく食べれますね。食べ進めたんですけど、結構味が濃いので食欲が増します。パク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 食べれちゃう。あと辛さがじんわりじんわり増していくので、辛いのが苦手な方は注意してください。次はこちら、天津三種。蓋を開けた瞬間からすごくいい匂いがしてきました。これは食欲そそりますね。これだけでご飯食べれる人もいそう。見ての通りびっくり顔のマイクをイメージしたメニューです。ではマイクからいただきましょう。これはちょっと割って中をお見せしたいと思います。マイクちゃん真っ二つになります。お、じゃーん。見る限り肉まんみたいな感じですね。食べてみます。うん、肉まん。ベーシックな味でとっても美味しいです。みんな好きだと思う。肉まんの皮は緑なんですけど、特に味はしません。次はこれ、エビが上に乗っかってるのでエビシューマイかな。いただきます。エビの味がすっごいして美味しいです。醤油なくても味がしっかりしていて美味しいです。最後は卵がついたこちら、いただきます。魚介を練り込んだようなものでさっぱりしていて美味しいです。これは醤油をちょろっと垂らしても美味しいかも。次はこちら、ココナッツムースケーキ。こちらはサリーをイメージしたケーキですね。去年もサリーをイメージしたデザートがあったんですけど、今年はちょっと違ってますね。そしてこの緑のソースはピスタチオなんだって。もうこれは食べる前から美味しいよ。ちょっとずつ踊っちゃってるみたいではいただきます。こんな感じでクリームが多めになってますね。これはもう 100% ココナッツケーキ。ココナッツ 100% って感じです。結構甘くて私好みです。ではピスタチオクリームをたっぷりつけて食べたいと思います。ここからも奪います。いただきます。ピッと言いたいところなんですが、ココナッツの味が結構強めで、最後にこうほんのりとピスタチオの味がするような感じでした。なのでピスタチオダンスを踊るまでではないかなと思いました。ソースだけだとピスタチオなので本当にココナッツの味が強いケーキだと思っていいと思います。甘さレベルは 4.5 に近い4ぐらいですかね。ごちそうさまでした。あやのおすすめレベルは4。とても美味しいセットだったので、ぜひ食べてみてください。というわけでコース以外のスペシャルメニューを全制覇してきました。本当にほっとじ肉で見た目からすごく楽しめました。もちろん味もとても美味しかったので、ぜひ皆さん食べてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマートフォンの皆さんは下の概要欄から登録お願いします。あと Twitter、インスタ、ブログ、こちらもやってるので、ぜひチェックお願いします。今日も一日ハッピーになーれ。